Pedico, auto puts her like woe. Thing I go, fudge it over. I see, I see, I see. 한 여름에 더 나은 겨울. Yeah, girl, you got me. Yeah. 皆さんどうもこんにちは、スカッチです。いよいよですね、春本番がね、近づいてきたということで、ようやく、桜のね、季節になりました。まあ、早いところでは河津桜が、満開になってるんじゃないでしょうか。僕も先日ですね、ポートレート撮影と、まあ、風景写真ね、撮りに河津桜見に行ってきました。皆さんも今週末から、まあ、4月の中旬ぐらいかな、にかけて桜をね、撮影したり、見に行かれたりする方多いんじゃないかなと思います。今日はですね、そんな桜撮影のコツをですね、僕なりのコツを皆さんにね、お伝えできたらなというふうに思います。まず最初に桜の種類についてね、簡単に説明していきたいんですけど、というのもですね、どの桜を撮影するかによって、撮影方法であったりとか、まあ、若干注意点とか、撮り方のコツっていうのが異なってきます。まあ、僕も専門家じゃないので、代表する2つのね、桜をご紹介していきたいんですけど、まず1つ目がですね、ソメイヨシノになります。こちらがね、皆さんのよく知っている桜になるかなと思うんですけど、あのニュースとかでよくやっている開花予測ですね、桜の。あれはですね、多くの地域でこのソメイヨシノを基準に、予測されています。まあ、地域によって異なるんですけど、このソメイヨシノっていうのは3月下旬から4月中旬ぐらいにね、ピークを迎える桜になっていて、まあ公園とか神社とか、あとはその街路樹とかね、まあそういったところに多くね、生えてる桜になっています。まあ、特徴としてはですね、花の色が少しね、白寄り、淡いピンク色になっていて、桜の枝が生えてる位置も少しね、高い位置になります。まあ自分の身長が届くか届かないかぐらいのね、位置に生えてる桜になります。そして2つ目に代表される桜が河津桜になります。これがね、僕が先日撮りに行った桜なんですけど、まあ、調べた情報なんですけど、この河津桜っていうのは静岡県のね、河津町というところから、由来してるらしくて、まあ、一般的にね、早咲きの桜っていうふうにも言われています。時期としてはですね、ちょうど今頃、3月上旬からまあ3月中旬ですね、にかけて一番見頃になる、桜になっていて、この河津桜の特徴としてはですね、人の身長よりもまあ低い位置、腰ぐらいのね、あたりにかけてこの枝が伸びていて、すごく濃く、まあ、ピンクの色が出るので、写真映えとか動画映えっていうのをめちゃくちゃする桜になります。まあ、他にもしだれ桜とか、まあ、いろんなね、種類の桜あると思うんですけど、まあ、僕も桜に関してすごく詳しいわけではないので、カメラをやってる方はね、とりあえずこのソメイヨシノと河津桜、まあ、この2つをね、押さえてもらうと、結構ね、桜の撮影楽しめるんじゃないかなと思います。それでは桜の代表的な種類についてね、まあ、ある程度、前提の知識を入れた上でですね、今日の桜撮影のコツについてお伝えしていこうかなと思います。ではまず一つ目のコツなんですけど、レンズの話になります。レンズはですね、標準から中望遠ぐらいのね、レンズで撮るのをお勧めします。まあ桜撮影でね、皆さんもどんなレンズを使っていいか迷うと思うんですけど、まあ基本的にはですね、観光客とか見物客っていうのはすごく多い場所での撮影になるので、広角レンズっていうのはあまり向いていません。それに加えて広角で撮っちゃうと何がね主体か何が被写体かちょっと分かんなくなるので、個人的なおすすめとしては35ミリ以上、まあ、できたら50ミリぐらいからスタートしてもらうのがね、綺麗にね桜を撮れるかなと思います。まあ、ポートレートを撮るのであれば70ミリから85ミリぐらいの中望遠っていうのもね、すごくおすすめです。そしてズームレンズ1本で済ませたいっていう方は F2.8 透視の標準のズームレンズ、こちら持っていっていただけるとすごくね、汎用性高く桜撮影ができるかなと思います。またですね、50ミリ以上のレンズをおすすめする理由としてはですね、この桜撮影で結構重要な前ボケっていうのをね、しっかり作ることができる焦点距離になっています。この前ボケを入れるとですね、臨場感というのがすごく広がるので、初めてね、桜撮影される方は、まあ最初はね、50ミリぐらいで撮ってもらうのが一番ね、綺麗に撮れるかなと思います。で、もし広角レンズを使う場合は、なるべくね、カメラと桜っていうのを近づけて、画角全体に桜を入れてもらうことですごくね、臨場感のある絵になるかなと思います。で、これは少しね、余談なんですけど、桜撮影をするときに、目白とかの小鳥がね、結構集まってきやすいです。そういった小鳥を撮ったりするときは、望遠レンズもね、あるとすごくいいかなと思います。僕がこの前行ったときは、目白ちょっと飛んでこなくて、その後に行った梅の花でね、目白飛んできたので、まあ、その時のちょっと写真出すんですけど、まあ、こういった小鳥を撮ったりする場合は、最低でもね、135ミリ。まあできたら200ミリ以上ぐらいのね、レンズがあるとすごくね、バッチリ小鳥っていうのを撮ることができるかなと思います。ちなみにこの写真は僕も望遠レンズをね、持っていってなかったので、70ミリ側の標準ズームレンズのスーパー35ミリクロップを使って撮影した写真になります。というのが一つ目のコツの、標準から中望遠ぐらいの焦点距離で撮るっていうポイントになります。続いて二つ目のコツはですね、なるべく位置の低い桜を狙っていくっていうポイントになります。これもすごく大事なポイントで、まあ低いからね、撮りやすいっていうのはもちろんそうなんですけど、
特にですね、河津桜のような枝がね下向きに生えてる桜っていうのはすごくね近寄ってこうマクロ撮影のようなね撮影も楽しめますし、ポートレートを撮影する時なんかもこの低い位置にね桜があるとすごくいいです。なぜかというとですね、枝と枝の間にこう被写体を入れてあげることによってすごくね前ぼけが作りやすくなってめちゃくちゃいい写真が撮れます。僕はですね、桜のポートレートにおいてはこの枝と枝の間に被写体を入れてあげるっていう撮り方が、まあ、一番ね、綺麗に撮れる方法だと思っているので、ぜひね人物撮影をするときはこの枝と枝の間に人を入れてあげるっていうねポイントを意識して撮ってもらえるとすごくねいいかなと思います。その際にですね、絶対守っていただきたい注意点が、自分の撮りやすい構図にするために桜の枝を折ったりとか、桜の枝を曲げたりとかね、まあ、そういったことが絶対にね、ないように、していただきたいなと思います。というのが2つ目のですね、低い位置の桜を狙っていくっていうポイントになります。続いて3つ目のコツはですね、前ぼけを入れていろんな角度から撮影するっていうポイントになります。先ほども少し話したんですけど、この桜撮影において最もね、重要なポイント要素っていうのが前ぼけになります。例えば風景撮影を撮るときなんかはマニュアルフォーカスに設定してもらって、撮りたい被写体とか建物の前に桜を置いてもらうだけでねかなりいい写真が撮れますし、ポートレートを撮影するときに関してはピンクの前ぼけっていうのをしっかりね画面全体に入れてもらうことでめちゃくちゃいいポートレートが撮れます。でその際なんですけど、先ほど言った枝と枝の間に人が入る、まあ被写体が入っていくっていうね構図がなかなか作れないシチュエーションも多いかなと思います。まあ、そういった場合は必然的にね桜の木の前に人に立ってもらうっていう構図になると思うんですけど、そのシチュエーションでの前ぼけの作り方っていうのは、一つね横の桜の木に移動してもらってカメラマンだけで、そっからカメラをね通してちょっと望遠気味のレンズで撮ってもらう。そうすることでですね、横の木から伸びてる桜っていうのを利用した前ぼけを生かしたポートレートっていうのが撮れます。でもう一個ポイントがあるんですけど、 F 値をねなるべく下げてボケをねしっかり出すっていうのもポイントになります。F 値に関してはですね、 F2.8 以下の F 値でね撮影してもらうとすごく前ぼけが綺麗に撮れるかなと思います。まあ、可能であればなんですけど、こういったズームレンズより単焦点レンズの方がその F 値のね操作っていうのもしやすいので、結構がっつりぼかしたい人は単焦点レンズの方がおすすめかもしれません。でカメラのアングルに関しても、桜ってこう上に生えてるものなので、普通に撮影しちゃうとほぼね全てこう煽りの角度で撮影しちゃうことになると思うんですけど、先ほどお話しした低い位置の桜を狙っていくっていうポイントを意識してもらうと、例えばこう俯瞰上から撮ったような写真も撮ることができますし、自分の目と同じ高さに桜を置いて撮影するっていうことも可能かなと思います。そういったポイントを生かしてですね、ぜひこう煽り撮影以外のね、角度から撮ってもらうっていうのも意識してもらうといいかなと思います。というのが3つ目のですね、前ぼけを入れていろんな角度から撮るっていうポイントになります。続いて4つ目のポイントはですね、白飛びに気をつけるっていうポイントになります。まずですね、この白飛びに関してはソメイヨシノを撮るときっていうのは特にね、気をつけていただきたいです。やはり花の色が白っぽいので太陽光が当たったときとかにもすごく反射しますし、白飛びしやすくなります。まあ、ちょっとぐらいのね露出オーバーだったらロー現像でねどうにかハイライトを抑えたら調整効くんですけど、この白い花とかを撮ったりする時の白飛びっていうのはなるべくね避けないとハイライトで後から調整できなくなっちゃうので、日中ですごくね日光が強く当たってる時なんかはこの白飛びっていうのをね抑えるために少しアンダー気味、少し暗めにね撮影してもらうといいかなと思います。そういった場合にもなるべく F 値をね上げたくないっていう方いると思うんですけど、そういった場合にはこの ND フィルターとかを使ってもらうとF 値をね上げることなく光の量というのをコントロールできるかなと思います。そして光の向きに関しても意識してね撮影していただきたいなと思います。特に順光での撮影はですね、まあ皆さんもご存知の通り白飛びしやすいので、気をつけていただきたいんですけど、逆光での撮影も太陽をね直接構図の中に入れてしまうと、あの花の形がですね変形して、まあ、変なね、ボケになっちゃうので、逆光撮影をするときもなるべく太陽を直接入れずに、まあ、半逆光気味で撮るか、少しカメラ角度も水平にして撮影してもらうのがね、いいかなと思います。こういった順光とか半逆光とかっていう光の使い方に関してはね、別の動画で詳しく、解説しているので、ぜひね、そちらをご覧ください。というのが4つ目のコツ、白飛びに気をつけるっていうポイントになりました。続いて最後5つ目はですね、四隅に余分なものを入れない、まあ、背景整理をするっていうのがね、ポイントになります。皆さんね桜の撮影行かれると思うんですけど、一番大変なことっていうのはとにかく人が多い、まあ、人混みの中で撮らないといけないというポイントかなと思います。そういった時によく起こるのが背景のね整理ができてないままシャッターを切っちゃうっていうねことすごく多いです。まあ、ある程度は仕方ないにしても、例えば人の少ない時間帯を狙って撮影に行ったりとか、まあ、曜日を変えたりとかね、あと先ほども言ったようにアングルをね少し調整しながら
なるべく人を入れないっていう風な、画角にしてもらうといいかなと思います。特にですね、構図に関係ない色っていうのはなるべく排除したいので、すごくこう真っ赤な T シャツを着てる人が写ってるとか、あとこうしましまの、ボーダーラインの入ってる T シャツを着てる人が歩いてるとか、まあそういったところを画角に入れてしまうとすごくねそこ目立つじゃないですか。なので背景整理っていうのをしっかりして、特に余計な人が写らない、まあ物が写らないとかね、まあそういったところは注意していくべきかなと思います。で、そういった背景整理をしていく上で、画角のね、四隅ですね、四つ角っていうのをしっかり見てもらって、そこにね、余計なもの映ってないかなとか、標識とかね、看板とか、まあそういったものも含めて見てもらうのがいいかなと思います。まあ写真の構図とか動画の構図に関してなんですけど、なるべくこう四隅に桜がね、配置されている、もう桜いっぱいで画面を埋めてもらうと、初心者の方とかもね、すごく、撮りやすい構図かなというふうに思います。このあたりの画面全体に桜を入れるっていう構図もぜひね、真似してみてください。というのが最後5つ目のポイント、余計なものをね四隅に入れないっていうねコツになりました。さあ、ということで本日はですね、これから本番を迎える桜撮影で失敗しないコツというテーマでねお話ししていきました。この動画が出るのが多分ね3月10日ぐらいだと思うんですけど、皆さんねこれから、桜撮影ね予定されている方多いんじゃないかなと思います。ちょうど今だったら河津桜がね満開になってると思いますし、まあ、4月に入ればねソメイヨシノの撮影に行くっていう方もね、多いと思いますので、ぜひ今日お伝えしたポイントをですね頭に入れて、撮影にね行っていただけたらすごくいい写真撮れるんじゃないかなと思います。動画では話してなかったんですけど、有名なスポット、写真スポットとか動画スポットに行くっていうのもすごくね、映える写真とかいい写真を撮ったりする上では重要かなと思います。これは特に初心者の方にお伝えしたいんですけど、例えばこう街中で1本だけ生えてる桜を撮ったりするっていうのはすごくね、難しいし難易度が高いです。なので桜がねこうずらーっと、咲いている撮影スポットね、お花見スポットとかに行って、カメラ構えてもらうっていうのがね一番、おすすめかなと思います。そういったお花見スポットに行く際は、先ほど言った背景整理をしっかりするっていうポイントをねぜひ押さえていただいて、桜撮影ね楽しんでいただきたいなと思います。ということで今日の動画は以上になります。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価、最後によろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターとの SNS もやってますので、概要欄からぜひともフォローの方お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。坂内でした。